2021年日本夏季 IVC グループ戦は2週間にわたる激戦を経て8チームが勝ち抜き決勝トーナメント進出を決めました。 A グループクレイジークレイジーエターナルジャーニー、 B グループサンシスタークレストゲーミング、 C グループアクシズ DP7、 D グループジュピタースカーズ。今週はジュピターチームが安定した実力を見せつけ、強敵スカーズとの試合では第3試合で引き分けを取れば勝ちという優位な局面へと持っていきました。この試合ではジュピターバンピー選手は得意キャラの夢の魔女をピックしました。序盤は劣勢だったものの、巧みな全体圧で逆転4釣りを収め、 D グループ1位通過に多大な貢献をしました。バンピックが始まり、マップは永明町が選ばれました。ジュピターはまず控え2士、祭司、占い師をバンし、サバイバーの解読速度と連携力を制限しました。スカーズは彫刻師とボンボンをバンし、オフェンスと傭兵をピックして救助役を確保しました。続いてジュピターは調香師をバンし、サバイバーのチェイス能力を弱めました。スカーズは引き続き墓守と画家をピックし、チームの救助力をさらに高めました。サバイバー4人とも救助能力が高い編成に対し、ジュピターは全体圧をかけやすい夢の魔女を選択し、見事4釣りを決めました。ハンターが採用した人格は裏向きカード、引き止める、凶暴、幽閉の恐怖、耳鳴り、焼き入れ効果、アナウンス、補助特質は巡視者です。全体へのコントロールと通電後の立ち回りを重視した選択となります。試合開始後、ジュピター・バンピー選手の夢の魔女はまずスカーズ・シナミ選手がプレイする墓守を見つけ規制をしましたが、スコップのある墓守のダウンを取るのは時間がかかります。そこでソーラ選手の画家を見つけた途端、ジュピター・バンピー選手は巡視者を出し画家に噛みつきました。しかし信徒との距離が遠いため攻撃することができませんでした。画家は絵を描き始め、ハンターにスタンを入れられるよう準備します。魔女は再び墓守を見つけ、解読を妨害するとともにスコップを一つ使わせました。続いて画家の方へ向かい規制を入れました。この時点で暗号機2台がほぼ解読完了していましたが、ハンターはまだ一撃も入れられていませんでした。魔女は3度目となる墓守を見つけ、ようやく一撃を入れることができましたが、同時に墓守の規制信者も消えてしまいました。墓守が墓場へ逃げる途中、魔女は本体で窓を封鎖し、巡視者で墓守を噛みました。そしてオリジナル信者で一撃を入れ、再び帰省していきます。スカーズ・モネ選手のオフェンスが墓守の救助を担当し、オリジナル信者に一撃を入れられ救助に成功しましたが、墓守は安全な場所まで逃げ切れず、再度オリジナル信者の攻撃を受けました。逃げ切れなかったオフェンスも帰省されてしまいます。オフェンスを仕留め、ハイペースで全体圧をかけるために夢の魔女は補助特質を神出鬼没に切り替えましたが、際どいタイミングでボールを使われ逃げられました。傭兵は救助に向かいますが、途中で規制され攻撃を受けた後、墓守を救助しました。魔女はすかさず神出鬼没で墓守に一撃を与えました。墓守は危機一髪の時間内にできるだけ遠くへ逃げましたが、魔女は見逃さず脱落となりました。オフェンスはボールを使い、いたエリアで魔女を牽制しようとしましたが、あえなくダウンが取られてしまいました。魔女の本体は神出鬼没でペースを上げ、オフェンスへ帰省してロケットチェアに拘束します。魔女は信者で画家の解読を妨害し、画家は一撃を受けてオフェンスを救助しました。オフェンスはすぐダウンとなりましたが、この時点で最後の暗号機がもう少しで上がりそうだったため、魔女は再びオフェンスを拘束します。画家は救助に向かう途中に規制されてしまい、絵を使って信者にスタンを入れオフェンスの救助に成功しました。2人は同じ方向へ逃げ、画家はオフェンスの盾になって神出鬼没での一撃を受け、ハンターは釣り替えを強いられました。オフェンスはいたエリアへ逃げ、魔女は読みの中で神出鬼没を使いましたが、攻撃は入りませんでした。オフェンスは板を乗り越えて逃げましたが、オリジナル信者に追いつかれダウンとなります。ここでサバイバーのミスが起き、信者がオフェンスを持ち上げると同時に傭兵が暗号機を上げてしまいました。傭兵は救助に行くことを余儀なくされます。この時点でサバイバー3名以上の脱落がほぼ確実となります。
通電後を見据えた人格を持つ魔女にとって、ここからが真の強みを発揮できるタイミングですが、勝利はすでに魔女の手の内にあります。傭兵は神出鬼没での一撃を受け、紙一重で画家を救助できましたが、アイテムを使い切ってしまった自身はオリジナル信者によってダウンを取られてしまいます。魔女は画家をゲート付近の板エリアに追い詰め、再び神出鬼没でダウンとなりました。最後は時間を計算し、神出鬼没で距離を詰め、画家を持ち上げて鮮やかな4釣りを決めました。 A グループ、クレイジークレイジーエターナルジャーニー、 B グループ、サンシスター、クレストゲーミング、 C グループ、アクシズ DP7、 D グループ、ジュピター、スカーズ、こちらの8チームがグループ戦通過となります。それぞれのチームが仲間を信じ、ベストコンディションで次の試合に臨みます。7月2日14時決勝トーナメントがいよいよスタートです。試合の予定はクレイジークレイジー VS クレストゲーミング、アクシズ VS スカーズ、サンシスター VS エターナルジャーニー、ジュピター VS DP7 になります。強者ばかりの激戦を勝ち抜け、2021年夏季 IVC の頂点に君臨するのは果たしてどのチームになるのか。7月2日からの生放送をお楽しみに。